今月は音楽に合わせて簡単なリズム体操を行います。動きやすい服装で手足が周りに当たらないように広い場所で行いましょう。軽い水分補給や急に動きを止めないように注意して行いましょう。今週はヒールタッチを行います。まず足の動きを確認しましょう。片足ずつかかとを前に出し、交互に足を入れ替えます。1、2、3、4、5、6、7、8、最初に姿勢を整えていきます。まずお尻に力を入れましょう。次におへそを背骨に近づけるようにお腹に力を入れます。良い姿勢で行うことで足への負担が減りますよ。では音楽に合わせて動いていきましょう。その場で歩きます。5、6、3、はい、1、2、1、2、一度肩を回しましょう。前から後ろ、後ろから前、腰を伸ばして歩きます。ではヒールタッチを行いましょう。5、6、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、つま先をしっかり上げて行いましょう。では腕の動きをつけていきます。両手を前に伸ばして曲げましょう。伸ばして曲げて、伸ばして曲げて、呼吸を止めずに行います。あと4回、4、3、2、1、歩きましょう。では少し早く行ってみます。2カウントで行いましょう。5、6、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、背中も大きく動かしましょう。あと4回、4、3、2、1、歩きましょう。呼吸を整えて歩きます。下から深呼吸をします。吸って吐いて、足を止めて胸の前から吸って吐きましょう。いかがでしたか？音楽に合わせて体を動かすことでストレス解消にもつながりますよ。心も体もリフレッシュし、健康な体づくりを目指しましょう。